留学先を決める上で大事なのはただ一つです。ここには気づけなかったんじゃないか。絶対にやっちゃいけないのが。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は留学に行きたいって考えている方のために、どうやったら後悔しない留学先選びができるのかについてお話したいと思います。私は2019年の8月から2020年の3月、ちょうどコロナ前まで、インドのコルカタに留学をしてました。25歳になった今でもすごく自分の人生に大きな影響があるなっていう風に感じているので、せっかくの留学経験、後の人生にできるだけ活かせるように、どんなことを考えて留学先を選んだらいいかっていうことをお話してきたらなと思ってます。海外に行って勉強することに大賛成なので、留学に行こうかなって迷っている方の背中を押せたらいいなって思ってます。留学だけじゃなくって、海外に住んで仕事をしたり、どんどん海外に出て行っていろんなことを吸収して日本に還元するっていうことを私自身もやっていきたいし、やりたいっていう人を増やしたいので YouTube やってます。他のビデオもぜひ見てみてください。留学先を決める上で大事なのはただ一つです。留学先を決めるときに、自分が今何を見たいか、自分のその年で何が見たいか、自分に何を見せたいかっていうことをベースにして考えると、後悔しない留学先を選ぶことができます。例えば何が見たいか、エッフェル塔だったり、アメリカのハリウッドのやつだったり、なんかグランドキャニオンとか、ものではなくって、人の慣習、その国の慣習、その国の伝統、その国の人たちの考え方、日本と何が違うのかとか、ものではない、形では表されてないんだけど感じることでしか気づけないことをベースに、何を見たいかっていうのを決めます。例えば私の場合だと、もともと国際開発に興味があってインドに行こうと思ったんですけど、留学先のオプションとしてはインドとそれからイギリスがありました。私の中で、やっぱり英語も勉強したいし、まあ、ちょっとイギリス留学ってかっこいいなとか英語もまだ勉強したばっかりだったので、周りがネイティブばっかり の国で、英語身につけたいっていう思いがあって、イギリスにしようかなっていう思いと、もともと教育問題に興味があったので、実際にイギリスで国際開発とかの学問を学ぶ前に現地見たいなっていう思いの2つがありました。で、結局、いろんなことを考えながら、学問をやる前に現場をっていうことでインドを選びました。結果から言うとインドに行ったことで国際開発自体に疑問を持つようになりました。で、いくつか理由があるので、この話は後日国際開発のことだけを話す動画を撮りたいと思います。私が疑問を持つようになったうちの一つの理由は、もともとインドはイギリスの植民地だったんです。インドはもともとすごく繁栄したものもたくさんある国だったんだけど、本当にイギリスがたくさん取ったんで、インドは貧しい国になっちゃった。戦争が終わって今何が起こってるか、また取っていった人たちが戻ってきて、あ、君たちすごく貧しいね、家がない人もたくさんいて、学校に行けない子どもたちもたくさんいて、食べ物も十分になくて、どうでなので、国際開発で助けてあげるっていうので戻ってきたっていうのがインド人の捉え方で、私の友達だけが思ってるんじゃなくって、大学にいたクラスメイトも言ってたし、シンガポールで会ったインド人の人も言ってたし、インド人の中では国際開発に対して何をこの状況を招いた人が言っているんだとっていう思いがあって、で、インド人はすごく賢いし頭がいい人が多いから、自分たちでどうにかしようと実際にしてるし、こう外国人がのこのことやってきて、人が持ってる価値観とかをすっ飛ばして、あ、学校作るよとか、学校の教育任せてとかいうのはどうなのっていうので、
私もその考えには確かになっていうふうに思って、他にもこういろいろと理由はあるんですけど、イギリスに行って学問を先に専攻してたらこういうことには気づけなかったなと思って、インドの問題でインド人がそういうふうに考えてて、いいことしてるつもりなんだけどそれが逆に良くないことになってないだろうかとか、そういうのを考えると正解がわからないから確固たる信念を持ってできないなと思って、とりあえずどんな方法があるだろうっていうのを学びながら社会に貢献できたらいいなと思って、イギリスに行って学問を深めてたらここには気づけなかったんじゃないかと思って、インドでずっと育ってきたインド人とか実際にそういう状況を見てるインドの人が何を考えてるかっていうのを聞けたり感じることができたり、実際にそういう子どもたちの教育に携わってる人と話ができたっていうのはすごく大きくて、こう19歳の時の私のこの柔らかい心と頭をこうパンをこねるみたいな感じで、いろんな情報が入ってきて、今まで自分が考えてきたことがこうすりつぶされて、また入ってきてすりつぶされてっていう、いろいろこう考えたり新しいことに気づいたり新しい価値観になっていったりっていうような、あの時間を過ごせたので、教育問題はどの程度存在するのか、どういうことが問題なのかとか、実際に現場を見たいっていう目的を持って選べたことをすごく良かったなっていうふうに思ってます。絶対にやっちゃいけないのが英語が第一言語の国だからって選ぶことです。今の時代国内でもたくさんのネイティブスピーカーが住んでるし、たくさん出会える機会もあるし、オンラインで世界中の誰とでもどことでもつながれるし、海外に行くことでいろんな発見があると思うし、学べることもあるし、最初の目的は英語を学ぶだったけども、いろいろこう変わっていって、実はこういうことに興味が出てきてとか、新しい人と出会って自分の人生が180度変わるっていうこともあるから、行かないよりは行った方がいいなって私は思うんですけど、今回のテーマは後悔しない留学先選びなので、後悔しない留学先を選ぶために、英語話してる国だからその国に行くっていう決め方をするんじゃなくて、自分がこの年で何を見たいかっていうところを優先して考えてみてください。最後に、私の考えは遅すぎることはないと思ってて、もちろん私自身もこれからもどんどん挑戦していきたいし、今年25歳になるけど今住んでる台湾で語学留学したいなと思ってるし、25歳って言ったら仕事どんどん頑張って結婚して子供産んでって、まあ、25だとちょっと早いかもしれないけど、学生に戻るっていうのがちょっとリスクがあるというか、あんまりたくさんの人がやってないことなんじゃないかなとは思うんだけど、やりたいことを私は追いかけていきたいから、遅すぎることはないと思ってて、なので今30代の人も何歳の人でも留学に行っていいと思うんです。ただ若いって何が強いかって、不便さに耐えれるっていうのがまず一つ。今社会人になってちょっとお金持つようになって、旅行行ってもなんかホテルを予約できたり、たまにこう贅沢な夜ご飯を食べれたりとか、そういう生活をすると、学生の時に経験した毎日カレーとか、トイレ行きたかったらもういちいちショッピングモールまで移動しなあかんとか、なんかそういう不便さに25歳の私がどれだけ耐えれるやろうっていうのはあんまり自信がなくて、やっぱりこう19歳やったからこそ不便さとかちょっと汚いところとかにも耐えれたのかなっていう、活力とか割と耐えれるのって若い時の特権かなっていうふうに思ってて、今大学生とか、まあ、高校生で留学先迷ってる人がいたら、タフな道選んじゃってください大丈夫かなとか、あインド怖いなとか、なんか周りが行かなさそうなところでも自分が興味あるっていうところは割と行けます。なんで自分はここにいるかっていうことを忘れなければなんとかやっていけるので、自分自身に何を見せるかっていうところを優先して留学先決めてみてください。
本日の動画は以上になります。この動画が役に立ったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではまた次の動画で。バイバーイ。